はい、今ね、ちょっと緊急で動画を回してるんだけども、カネキンさんの動画について、実はカネキンさんが経営してるフィットネスジムが経営危機らしいんですね。で、一昨日カネキンさんの動画とプロタンさんの動画を拝見して、で、拝見した直後に僕自身もそのすぐにカネキンさんに DM しようかなとか、何かできることがないかなって思ってね、すごく悩んで、実はカネキンさんを救いたいみたいな動画をそのすぐに撮影してたんですよ。で、昨日本当はそれを出そうかなとかも考えたんですけども、まあよくね、冷静に考えて、まあカネキンさんのそのジムの経営状況が、まあ細かには分かんないんですね。プロタンさんの動画とかでどれぐらい赤字になってるかとか、そういった会員数が何人かとかね、そういった話は聞いたんだけども、実際にその経営アドバイスをするっていうのは、例えば実際にジムの店舗、坪数が何坪なのかとか、ジムの視認性とか、人件費がどれぐらいなのかとか、そういった細かなことが分かってないと、めちゃくちゃ大雑把なアドバイスになってしまうから、それを聞くまではできないっていうのが一つと、そもそもカネキンさんが僕にアドバイスを求めてるわけでもないので、なんかそれを自分が一方的に伝えてしまうっていうのは、すごい上からになってしまうから大変恐縮だなって思ったのもそうですし、まあ、今自分がね、こう何か言うべきではないなと思い、まあ、昨日はね、以前に撮影してた動画を上げたんだけれども、やっぱり、カネキンさんを救ってくださいっていうコメントもめちゃめちゃ多いし、あと、僕のフィットプレイスが新松戸にあるのね。だから、カネキンさんとのジムの距離が近いから、なんでそんな近くに作ったんですかっていう声があるので、まあ僕にとっても、こう、皆さんにね、説明する義務があるかなと思って今お話ししてるんだけど、で、まず、フィットプレイスとカネキンさんのジムが近いっていう件なんですけども、結論、これ証券自体は被ってないんですね。まあ、ちょっとだけ被ってます。2キロぐらい離れてるんだけども、僕のジムが新松戸、カネキンさんのところは、馬橋って読むかな？馬に橋って書いて、一つ隣の駅なのね。で、ジムの証券範囲って、歩いていける範囲のジムだと、半径1キロってのが証券範囲になるんですよ。だからフィットプレイスの新松戸店出す時も、半径1キロ以内のエリア調査になるから、カネキンさんのジムって、ライバル店として証券には入れてないのね。まあだから、お互いがしっかり共存していけるぐらいの距離にはなってるんですね。だから僕としては、もちろんカネキンさんのジム続いてほしいんですよ。カネキンさんに対してはめちゃめちゃ昔からリスペクトしてて、これあんま動画で話したことないんだけど、僕が本当 YouTube 始めたっての時ってのは、やっぱカネキンさんってすごかったんですよ。カリスマ性があって、で、フィジークの大会とかね、出てて、で、僕2015年のビーフ佐々木クラシックっていうフィジーク大会でカネキンさんと一緒になってさ、でも、その時僕、カネキンさんのファンみたいだった感じだったから、一緒に写真撮ってくださいっつってね、写真撮ってもらったりとか、で、カネキンさんがさ、それからフィットネスのこう、サクセスストーリーを YouTube で見せてくれて、ジム出しますって言ったカネキンさんの動画を見てね、めちゃくちゃ僕はインスパイアを受けたんですよ。だから、ひょっとしてカネキンさんのそのサクセスストーリーがなかったら、今の自分もなかったって言っちゃっと大げさだけど、すごく人生の影響ももらったし、ヒントももらった。まあ、そんな人なので、本当にカネキンさんのジムには続いてほしいんですね。で、僕がカネキンさんに何かできることないかなと思った時、まあ、とりあえずカネキンさんに今日 DM したんですね。なんか僕が何できるかなと思った時に、まあ、その経営のアドバイスとかっていうよりも、もちろんそれは求めてるか求めてないかまだ知らないからね。なんかカネキンさんとこれを機にさ、まあ、コラボして、で、カネキンジム僕行ったことないからさ、カネキンジム行って、まあ、そこのね、カネキンさんのジムの良さを伝えたりとか、まあ、カネキンさんの良さを伝えたりとか、まあ、そういったことが自分に今できることかなとも思いますし、まあ、それはね、まだ決定はしてないから、ちょっとね、決まったらお伝えしていくんだけど、で、やっぱね、インフルエンサーのジムって僕もすごい本当に気持ちがわかるのね。で、僕ってほら、今フィットプレイスのイメージがすごい強いと思うんだけど、僕の1号店目って、アルティメットフィットネスっていう新潟県上越市っていうところのジムからスタートしたの。でも、そのジムをそもそも作ったのも、カネキンさんがジム出しましたっていうのに、めちゃくちゃ影響されてなかったら、そんなにすぐジム作れてないんじゃないかなと思うのね。で、
金金さんもやっぱ言ってたけど、最初集客にすごい苦戦したっていう、苦戦したっていうか、やっぱさ、YouTube でさ、自分がすごい影響力があって、こんなにたくさんの人がさ、ジム作ることを応援してくれてる。めちゃくちゃだからさ、ジム出したら人集まりすぎちゃうんじゃないかなぐらいのイメージっていうか妄想をしちゃうんだよね。だけど現実ってのは YouTube で見てくれてる人たちだけじゃなくて、本当にそのね、周辺地域に住んでいる人に知ってもらえてないと、やっぱジムの経営ってうまくいかないので、僕もね、オープンして集客がうんとうまくいかなかったわけではないんだけど、ただ SNS でこんだけ影響力があるから、イメージしてたものよりはずっと少なかったです。で、僕の場合しかもパーソナルジムを上越市で何年もやってきた状態でそのフィットネスジムを出してるから、そのパーソナルのお客さんがめちゃくちゃこう来てくれるっていう、そんな状態だったから、単純に SNS だけで来てくれた人なんて、多分本当にそれこそ50人100人とか絶対いないね。数十人っていうレベルでしか自分のことさ、これまで知らなかった人たちってのは来てくれないわけですよ。そう、その経験があったからこそ今のまあフィットプレイスに生きてて、やっぱりインフルエンサーって経営のこと知らないのね。全国に配信する影響力があっても、その店舗がどれぐらいのね、証券人口がいてとか、そのマーケティングのことだったり、視認性のことだったり、人件費がどれぐらいで、経費がどれぐらいでってのも本当にさ、どんぶり勘定でしかないから、そうだから本当に一インフルエンサーがジムを経営するっていうのは、金金さんですら難しいし、まあ僕でも難しいっていうのが現実です。まあというわけでですね、まあ話繰り返すようだけど、まあ僕としてはその金金さんのジムがこれからもね、まあ、末永く続いてほしいっていうふうに願ってますので、自分にできることは協力したいなと思っております。まあ、なんでね、それは個人的に金金さんとやり取りしてね、何か決めていきたいと思うし、みんなにもね、こう楽しんでいただけるものとかが見せれたらなと思っておりますので、よろしくお願いします。それではね、動画見てくれてありがとうございます。